カリアージン市の紋章、カリアージンは、ロシアのトベリ州東部にある都市。ボルガ川沿いの町で、カシンの南東 25km、セルギエフ・パサドの北 110km、ウグリチの南西 55km の位置にある。人口は2002年全ロシア国勢調査で14,820人。ダム湖の中に残った。 修道院の首脳カリアー人は12世紀の記録に集落として登場する。ボルガウガンのカリアー人は、対岸に15世紀に建てられた、マカリエフスキー修道院が大きくなるとともに、重要性を増した。この修道院は、カリアー人でも最も目立つ建物で、1525年地区の食堂をはじめ歴史的に興味深い建築が集まっていた。1940年、 ウグリチの町のすぐ上流に、ウグリチ貯水池が建設されたことにより、古くからの町とその大岩の修道院は水没した。町は高台に移設され現在に至る。水没した修道院の内城はダム湖の中の島に取り残されて現存しており、依然カリアー人のシンボルとなっている。カリアー人はトベリ州でも最大級の鉄道駅がある。 サンクトペテルブルク、モスクワ、カシン、ウグリチ、ルイビンスク、ソンコボ、サブヨロボなどからの列車がこの駅を通る。ありがとうございます。